ケネディ宇宙センター第39発射施設。ケネディ宇宙センター第39発射施設。ケネディ宇宙センター第39発射施設。略称は、アメリカ合衆国フロリダ州メリット島にある、ケネディ宇宙センター内のロケット発射場でる。発射場及び、施設群はもともと、アポロ計画のために建設され、後にスペースシャトル計画のために改修された。 2017年現在、運用中なのは39アンペア発射台のみで、スペース X 社のファルコン9とファルコンヘビーの打ち上げに使用されている。39バイト発射台は、NASA のスペースローンチシステムの打ち上げに向けて、回収中である。新しく、小さな 39C 発射台は2015年に、完成し、小規模な打ち上げに対応するが、まだ使用されていない。 LC-39 は 39A、39B 三 39C 39の3機の発射台、およびビークル組み立て棟、バブと発射台との間で、クローラートランスポーターがを輸送するために敷かれた運搬路である、大びた整備施設、制御室が入る、テレビ中継や写真撮影で象徴的に映される、カウントダウン時計で有名なに加え、様々な補給拠点や、 運用支援施設から構成されている。スペース X 社は39アンペア発射台を NASA からリースして回収を施し、2017年以降のファルコン9の打ち上げに対応している。NASA はコンステレーション計画のために2007年から39バイト発射台の回収を開けしていたが、2010年に同計画が中止となったため、現在は2019年12月に 最初の打ち上げが予定されているスペースローンチシステムでの運用に向けて準備中である。C 発射台はもともとアポロ計画のために建設する計画が上がっていたが実現することはなく、もし建設されていたとしても 39A と39バイトの発射台の複製になっていたであろうとされる。その後、軽量級のロケットの打ち上げに対応できる。 より小さな発射台となる 39C 発射台が2015年1月から6月までの期間に建設された。NASA による LC-39A 及び LC-39B からの打ち上げは発射台から約離れた場所に位置する打ち上げ管制センターから管制が行われてきた。LC-39 は東部社長のレーダー管制及び追尾業務を共に担う 数ある発射場のうちの一つである。現在の第39発射施設周辺一帯の用地開発は1890年に少数のハーバード大学出身の資産家が1エーカーあたり1ドルの地下での土地を購入したことに始まる。資産家たちは後に第39アンペア発射台が設置されることになる。あたりにクラブ会員向けに20室を備えた3階建ての 木造、マホガニー製のクラブハウスを建設した。施設内には広い食堂、ワイン貯蔵庫、トロフィールーム、そして大量の武器や弾薬の保管庫も備え付けられていた。また、クラブハウスの上から眺める大西洋と周囲の湿地に群がる野生生物の風景は壮観であった。1920年代に入ると、当時、水道、歩道、街灯、庭園などを完備した、 雇用都市開発計画が推し進められていた、この土地の買い手を誘致ようと、自動車会社スチュードベーカー社の創業者の息子であった、P.E. スチュードベーカーによって、カナベラル東大の北 13km にある、デソトビーチに、小さなカジノが建てられた。発車施設が建設される以前は、用地の東側をが通っており、その道沿いには1885年から、 アメリカ沿岸警備隊の部署が置かれていた。1948年にアメリカ海軍はケープカナベラルの南に位置したバナナリバー航空基地をドイツから接収した部位にロケットを試験するために空軍へと移乗した。人口密集地から離れた海上へ向けて打ち上げを実行できるという目的のためにはフロリダ東海岸に面するこの基地の立地は理想的なものであった。 1949年に、当地は統合庁射程試験基地となり、翌1950年にはと解消した。1951年、空軍は、ケープカナベラルの一部を北側に建てまして、空軍ミサイル試験センターとした。これが後に、ケープカナベラル空軍基地となる。1950年代の間は、ミサイル及びロケットの試験と開発は、当地で実施された。 1958年に NASA が設立されると、マーキュリー計画、ゼミニ計画などの初期のミッションで使用されたロケットは、ケープカナベラル空軍基地の発射台から打ち上げられた。1961年に、ケネディ大統領は1960年代末までに人類を月へと送り込む目標、アポロ計画を発表した。この月探査計画の発表により、基地の運用範囲は、 ケープカナベラルから隣接するメリット島で拡張された。NASA は早速1962年から土地の取得を開始し、すぐさまを買い取り、さらにフロリダ州との交渉によりを追加で購入した。1962年7月、当地は打ち上げ運用センターと命名された。当時、カフスに設置されていた発射台の中で最も大きな番号が振られていたのは、 第37発射施設であったが、月発射施設が設計されるとともに、現在の名称へと解消された。1963年の発射施設の初期構想では、5機の発射台が、発射台での爆発などの損害を避けるために、間隔で均等に配置されることになっていた。そのうちの3機は、実際に建設する計画が持ち上がったが、残る2機は保留となった。当時、 発射台の番号は北から南へと順に付けられており、北端が 39A、南端が 39C であった。ところが、この 39A は結局建設されることはなく、後に当初の 39C は 39A に名称変更された。それ以後、北側が39バイト、南側が 39A となっている。現在の39 a 39バイトの体制が、 整ったのは1965年のことであった。渦の当初計画案では、建設されなかった核組み立て棟の存在も確認できる。発射台を最初に使用することとなったのは、アポロ計画のガツミッションの一環として打ち上げることとなったサターン V ロケットである。それに遅れて、スカイラブ計画及びアポロソユーズテスト計画では、サターン IV ロケットが打ち上げられた。 発射台の元の構造は、次期のスペースシャトルの需要に応じて改造される子になり、スカイラブを輸送したサターン V の最終打ち上げの後に、LC-39A が1973年より、アポロソユーズテスト計画を終えた、LC-39B が1977年より、それぞれ改造期間に入った。アポロ時代にはこれらは単なる発射台。 発射プラットフォームに備え付けられたアンビリカルサービスタワーだったが改良工事によりサターン V ロケット用の発射台を使用してサターン IV ロットを打ち上げることができるようになったスペースシャトルに対しては発射台に固定されたアポロサターン時代から残された発射塔に回転する可動式のプラットフォームが取り付けられ帯びた、機体を保護するとともにペイロードウェイに 垂直向きのペイロードを搬入することができるようになった。スペースシャトル以後の NASA のコンステレーション計画に際しては2機の発射台はアポロ計画時代に近い状態に戻される一方でアレス I とアレス V を落雷の危険から守るための平バ針が設置された。LC-39 は1967年のサターン V の打ち上げで初めて使用され、 無人のアポロ4号を輸送した。二度目の無人宇宙船、アポロ6号の打ち上げでも LC-39A が使用された。LC-39B 発射台を使用した、アポロ15を除いては、アポロ8号に始まるアポロ計画のすべての有人ミッションは、LC-39A を使用して実行された。1973年のスカイラブの打ち上げ以降、 LC-39A はスペースシャトル用に再構成され、1981年のコロンビア号 STS-1 の初打ち上げに使用された。アポロ10号の打ち上げの後、LC-39B は、LC-39A が1万1の事故などの不具合により使用できなくなった場合のバックアップ、発射施設として保持された。アポロソユーズテスト計画後は、 LC-39A と同様の改造が施されることとなったが予算削減のため1986年まで使用可能な状態になかった。そして39バイトを使用した最初のスペースシャトルの打ち上げは不幸にも打ち上げに失敗した STS-51L でありチャレンジャー号爆発事故を引き起こすこととなった。 2008年5月31日に実行された STS-124 の打ち上げの際に LC-39A の発射台は個体ロケットブースターの炎をそらすために使用されるコンクリート製トレンチを中心に大きな損害を受けた。その後の調査によりこの損害はエポキシ樹脂の単価及びトレンチ内部で 耐火レンガを支える鉄製の怒りが腐食したことによってもたらされたことが判明した。固体ロケットブースターの副産物として塩化水素ガスが排出されるという事実により、一層事態を悪化させることとなった。スペースシャトルを軌道に投入するために必要な水力は2機の固体ロケットブースターとスペースシャトルの3機のメインエンジンによって生み出される。SRB はその名の通り、 固体燃料を使用している。スペースシャトルのメインエンジンは外部燃料タイ内の液体水素と液体酸素を配合して使用される。これはオービタ本体にはメインエンジン用の燃料タンクが備わっていないためである。通常打ち上げの数ヶ月前にはスペースシャトルを構成する3つの主要な構成要素となるオービタ SRB 外部燃料タンクが シャトル組み立て胸に運び込まれる。そこで組み立てられたスペースシャトルは移動式発射プラットフォームに乗せられる。SRB はユタ州の製造工場からセグメントごとに鉄道で輸送され、外部燃料タンクはルイジアナ州の製造工場から船で輸送される。この間、スペースシャトルオービタはオービタ整備施設で整備が進められる。バブではまず2機の SRB が MLP 上に固定されて組み立てられる。次に、外部燃料タンクが SRB に結合され、オーフからバブに移動したオービタがクレーンで吊り上げられ、外部燃料タンクに結合され、スペースシャトルの組み立てが完成する。組み立てが完了した、スペースシャトルは移動式発射プラットフォームの上に固定されたまま、クローラとランスポーター、無限機動輸送車両に乗せられ、 8時間近くかけて5から6キロメートル離れた39番発射台まで運ばれる。発射台に到着すると MLP が支柱に固定されクローラトランスポーターは発射台から離れていく。なお、ペイロード搭載物はスペースシャトルとは別にペイロード輸送キャニスタの中に入れられて発射台まで運ばれる。コロンビア号空中分解事故以降は緊急時に備えて バックアップ用のシャトルが1から2ヶ月以内に打ち上げ可能になるようなスケジュールで後続のシャトルの打ち上げ準備作業が進められるようにな。それぞれの発射台近くには打ち上げ時に発生する騒音を抑え機体を衝撃波から保護するために利用する大量の水を貯めておく給水タンクが設置されている。この水を用いた 音響抑制システムでは、高さ88メートルの給水塔に1.1メガリットルの水を蓄えておき、エンジン点火直前に水を放出する。発射台への放水によって、スペースシャトルのエンジンから発生する強烈な音波のエネルギーは、多くが水を振動させることに消費され、残りのエネルギーが空気を振動させる。この際、放出された水は、周囲の熱により大量の水蒸気となる。 一万一の発射台での事故に備えて、緊急時に、シャトル乗組員が迅速に避難できるように、発射施設では特別な緊急退避システムが用いられる。発射台で爆発などの事故が起きた際は、乗組員は、スペースシャトルを帯びたから退出して、すぐさまこの非常用のスライドワイヤー式のバスケットに、駆け込んで、固定を解除することで、射点から離れた場所にまで急降下する。 その速度は最大で時速 88km にも達する。乗組員たちは地上に降りると、次に退避号に待機させてある改良型の M113 走行兵員輸送車乗り込みヘリポートへと向かう。そしてそこから離れた安全な区域へと退避する。NASA の安全規則では乗組員以外の全職員は打ち上げ時には 発射台から十分離れた安全な場所にいなければならないことになっているため、乗組員たちには一切外部からの援助なしで避難行動を取ることが要求されている。2011年のスペースシャトルの退役をもって、2010年にコンステレーション計画の中止が発表されたことにより、約2年ほど LC-39 の将来的な用途は不透明な状況が続いた。 LC-39A は、スペースシャトルの最後の飛行となった STS-135 ミッション以降、使用計画が未定となっていたが、2014年4月14日に、スペース X 社に20年間リースする調印式が行われ、2017年からファルコン9とファルコンヘビーの射点として使用されている。将来的に友人型のドラゴン宇宙船が完成すれば、 i s s への宇宙飛行士の商業打上げもここから行われることになる予定。NASA は2006年12月9日に STS-116 の打ち上げを行い、LC-39B での最終シャトルミッションを終えた。その後、STS-125 のミッションまでの期間には、STS-125 を支援するための STS-409 円ミッションのために、 エンデバーを LC-39B に待機させた。打ち上げを休止していたこの期間に新たにの飛来針が3本設置された。これはケープカナベラル付近にあるアトラス V やデルタ4の発射台で使用されるものと類似している。同時にそれまで設置されていた射点長部に設置されていた1本の飛来針とクレーンが撤去されたこのクレーンは アポロ時代から存在したものである。STS-125 ミッションの完了を待って、STS-400 ミッションの打ち上げ待機の任務も解かれ、アレスロケットの試験機であるアレス IX の打ち上げが2009年10月28日に LC-39B で実施され成功した。アレス IX のフライト以降、NASA は発射台設備の大幅な刷新を実施し、 液体水素、液体酸素及び水の貯蔵タンクのみを残して他の設備、FSS や RSS 等の大型の射点構造物を撤去した。39バイト射点は2017年以降に NASA とロッキードマーチン社が開発中のオリオン宇宙船を搭載するスペースローンチシステムの打ち上げに使用される予定。SLS の打ち上げ頻度はあまり高くないため、 打ち上げ計画がない期間は、民間企業の友人ら上げに使うことも可能となさは、説明している。発射台の建設は2015年1月に始まり、同年6月に完成した。ケネデ宇宙センター長のロバート・ D ・カバナと、地上系開発及び運用計画、中心企画及び開発、エンジニアリング役員からの代表者らは、2015年7月17日、 完成記念式典でテープカットをして新しい発射台の完成を祝った。ロバート・ディ・カバナはアメリカ最高の宇宙港としてアメリカの打ち上げ需要に応えるため我々は常に新しくて革新的な方法を探し求めている。そして欠けていた一つの区域は小さい等級のペイロードだったのである。と述べ21世紀の基金を使い 我々は 39C 発射台を建てた。とも述べた。グスチュはこのプロジェクトを監督し、ケネディ宇宙センターにおいて CPD と共同して商業宇宙活動の成長に向けて努力を払った。射点 39C は我々の発射台の取り揃えに最新の追加となるものだ。と CPD 局長のスコット・コロレードは述べた。 小さい投球の市場はここにある。そのような種類の打ち上げ機の需要は増加している。ここで重要なのは、これは本当に小さい投球の打ち上げ機のための驚くべき発射場のように見える必要があるということだ。コンクリート製の発射台は、幅が、約、長さが、約あり、割、燃料を積載したローンチビークル、ペイロード、 顧客から提供されたものを合わせたまでの重量を支えることができるとされる。そして、中央の塔の構造、流体ライン、ケーブル及び、中央部分のアームは約までの重さがある。グスチュは、様々な小さな等級のロケットに、液体酸素と液体メタンの燃料を供給する能力を提供するために、ユニバーサルプロペラントサービシングシステムも開発した。 このシステムは2016年の夏にも運用上の準備ができることになっている。ケネディ宇宙センターの最新の発射台は小さな東急の宇宙機に対応するために設計された LC-39B 周辺の南東区域に位置するこのコンクリート製の発射台は幅が約長さが約ある LC-39C は多目的発射場として民間会社が より小さい東急のロケットをテストすることができるようになっており、より小規模の会社が商業中飛行の市場に参入する余りを持たせることを可能にしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。